一言一句漏らせ。あれからまたちょこっと時間が経ったんだけど、私も元の世界に帰るためついに本気になった。本気の私とプララが組めば不可能なんてない。プラネティウムは瞬く間に大陸全土のシェア。ねえ、私の国。そうなんだよね、現実とは非常である。まあでもノアルのラステーションは相変わらず絶好調で、ほぼシェアは。反対にルーウィーはボロボロ進行が落ちてて、きっとブラン今頃すっごい不機嫌。ノワールちゃんもルウィーとか七賢人の意地は、うん、フォローありがとう。とまあそんな状況の中でお話の続きは始まります。ああもう頭にくるったら、まあ少し落ち着きなよ。新しい賞に何わけわかんないこと言ってるのよ。ねえプルルート、私に聞かれても困るじゃないわよ。私が思うわよねって聞いてるんだから、思いますって答え。うえー、むちゃくちゃだよ。そんなにひどいんですか。七賢人やルイの妨害工作と。妨害工作なんて立派なものじゃないわ、ただの嫌がらせよ。普通の CD を黒く塗ってうちのソフトだって露店販売したりとか、展示品のコントローラーの差し込み口に爪楊枝を並べて刺して。それは確かに嫌がらせで。そんなレベルの妨害を国中のあっちからこっちでひっきりなしに続けるんだか。まったくふざけるんじゃないわよ。女神のくせに七賢人なんかだって。ノワールが怒ってるのはよーく分かったけどさ、まだルビーの仕業だ。何言ってんのよ。前に七賢人のやつが自分の口でルウィーと組んでるって言ってたじゃない。それはそうだけど、やっぱり私。それでノワールさ、今日はその愚痴を言うためだけ。私が来ちゃ悪いっていうの。 いえ決してそのようなことは。来てくれるのは嬉しいけど、怒られたり愚痴。仕方ないでしょ、あなたたち以外に愚痴を言える相手なんて私には。やめて。そんな。そうだよね、ノワールだもんね。わかった、今日は。ああそう、そう言って。いつものノワールならこういういじり方したらムキになるのに。それだけ怒りが強いのでしょうね。私もうやだ。大体ね、他国の妨害をしようって根性が気に入らないのよ。他の国の方が優れてるって思ったら負けじと自分の国を盛り立てる、それが正しい女神のありか。そうですね、他国に負けたくないってプライドだけはあるくせに、そのためには手段を選ばないなんて。なんでそんな女神が治める国がずっと昔から存在していられるのよ。不思議でしょうがないわ。そうですね。はあ、プラネティウムはいいわよね。何も手出しされてなく、あなたたちがもう少ししっかりしてればラステーションへの嫌がらせだって分散されてたかも。あのさ、割り込まないでよ、まだ話。だってせっかく遊びに来てくれたと。だから聞いてくれたっていいでしょ。あれプルルン、なんか。あ、これは良くないですね。でもそんな話ばっかりされても。話だけで済むんだからいいでしょ。私は実際そういう目に遭ってるの。ノワール、もうその辺にしておいた方がいいんじゃないか。あなたまで邪魔するの。そうではありません。ほらプルルートさんの様子が。それはわかるけど、なんていうか。え、ごめんなさい、確かに言い過ぎたわ。謝るから。ノワールちゃんがそんなに。ストップ、待って待って待って、 B ボタン連打、進化キャンセル。私お茶のおかわりを入れてきますね。あー、ずるい、一人で逃げた。いつまでもこんなとこで文句言って。直接本人に言ってやればいいんじゃないかしらね。あー
できちゃった。ブルブーカ様、お許しを。どうか怒りをお鎮めください。ねえネプちゃん。はぁ、なんでございましょうか。私、ノワールちゃんと二人っきりでお話ししたいから。あ、いいの？それじゃあ、ちょっと、私一人だけ置いてくなんて。さーて、それじゃあゆっくりお話し。一人じゃ文句も言いに行けない。臆病で、チキンで、たっぷりお説教してあげなくちゃね。時間が悲鳴が聞こえなくなりましたね。終わったんでしょうか。どうだろう、一瞬様子見て。嫌ですよ、ネプテューヌさんが言ってください。私だって嫌だよ。リスならちっちゃいからこっそり見てくれるでしょ。ちっちゃい分、なんかされた時のダメージが大きいんです。一撃で致命傷なんです。二人ともいつまで襲って。ネプ、ノワールさんはどうされていますか。ノワールちゃんなら上に行きます。ネププー、ノワールさん、目の焦点がなんかおかしなことになって。上に行きます。直接文句言ってきます。壊れたレコーダーみたいになっちゃってる。一体どんなことをすれば人がこんな風に。命に別状はなさそうですが、ノワールさん、しっかりしてください。ノワールちゃん、ルイに行くんだって。あたしたちも一緒。うん、もちろんだよ。逆らえない。逆らったらきっと私もノワールと同じ目に。やったー、三人でお出かけだ。行きます。ルイに行きます。ルビーに行くのはいいんだ。来ます、できます、来ます、できます。ノワールがこれじゃ今すぐは無理だよね。ノワールちゃんってば、早くお出かけしたいの。こうしたのはブルルートさんですけどね。まあしょうがないね。ノワールが治るまで適当に時間潰してよっか。
くらいなさい、くらいなさい、くらいなさい。怒っちゃったかも。さあ、じっくりと楽しみましょうか。どーれ、これがいいのかしら。やるじゃない。これがいいのかしら。どーれ、いつでもいけるわ。くらいなさい、くらいなさい。そこ、攻撃。どうしてあげようかしら。私の番。一気に決めさせてもらう。もう始めちゃっていいの。いつでもいけるわ。待ってました。もう始めちゃっていいの。一気に決めさせても障害排除ミッションこっちから。アフレックあんまり私がついてないけど、あなたの腕は手だった。できます。きも。あれ？ノワール！やっと元に戻った。私、どうしてこんなところに突っ立って。ん？なんか。ああ、いいよいいよ。無理に思い出そうとしなくても。これでやっと。ルビーに？そうね。私はルイに行かないといけない。しっかりと脳裏に刻み込まれているみたいですね。じゃあ無駄に時間使っちゃったけど、いよいよルイに出発。ガラ見つけたわ。おっとっとっと、せっかく気合い入れたのに。誰かと思ったら
いつかの。だから幼女じゃないわよ。この私だって幼女でもバカでもないよ。バカって言う方がバカなんだからね。だったら幼女って言う方が幼女よ。はあ、また面倒なの。アブネスさん、今日はどういったご用事ですか？あら、今日はラステーションの女神に小幼女までいるのね。犯人が一箇所にまとまってるなんて好都合だわ。そのお魚みたいな呼び方はやめてください。お魚？オオナゴのことじゃないかしらね、多分。ああ、なるほど。でも漢字は似てるけど読み方は全然似てないよね。しらばっくれようったってそうはいかない。以前から各国で発生している幼女の行方不明事件。あ、今のは自白ね。自白と受け取っていいのよね？違うわよ。どうして私たちが幼女を誘拐しないといけないのよ。そんなの、あれよ、いかがわしいことをするため。そして極悪非道なことを考えるのは女神に決まってるわ。どういう理屈よ。とにかく私たちは知らないわよ。私も知らない。お疑いでしたら教会の中を調べてもらってもいいですよ。ひどい冤罪だよ。風評被害だよ。そういうのは悪者がすることだって。そうだ、本当は七賢人が犯人なんじゃないの？それを私たちになすりつけようとして。そんなわけないでしょ。幼女に手出ししようものならこの私が黙ってるわけない。でもあんたたちじゃないとなると、また一から犯人を探さないと。まったく勘弁してよね。せっかくルイに行くぞって盛り上がってたのに。あんたたちルイに行くの？そりゃブランに直接ガツンと。こら、簡単にこっちの行動を教えるんじゃないの。この子は敵なのよって。ふーん、ルイね。うん、ちょっと用事を思い出したから今日はこの辺で勘弁してあげるわ。シャッ。おお、律儀にドア閉めてきた。相変わらず言うだけ言って帰っていったわね。人騒がせな。幼女の行方不明事件、以前から気にはしていましたけど。まあそっちはひとまず任せるわ。こっちはとりあえず。ねえ、早くお出かけし。はいはい、それじゃあ行きましょうか。ルイの女神に直接文句。